こんにちは、バランです。今日はこの色違いのお花のピアスを作っていきたいと思います。今日使っていく色は私自身もとってもお気に入りの色で、あとコメント欄でもかなり人気だった色だと思うんですけど、このターコイズブルーとピンク系の中からこのパルマを使っていきたいと思います。今日使うものは透明のレジン液、着色剤ビトラー油、ターコイズ、そしてお花の装飾としてブリオンやこういったネイルのパーツを使います。今回お花の形を作るのに20ゲージのゴールドのワイヤーを使っていきます。ワイヤーを7センチくらいにカットしました。で、このワイヤーに少し並々の動きをつけたいと思います。こんな風にワイヤーを少しこう上下に動かして、こんな感じに自然な曲線がいくつかできました。で、このワイヤーを人差し指に巻きつけて花びらの形にします。今回はちょっと細めの花びらにしたいと思ってます。で、この花びらのトップのあたりに少し曲線が欲しいので、この丸やっとこ、これを使って曲線をつけていきます。こんな風に挟んで手前にグッ、こんな風に丸やっとこを使うと簡単にこう小さな曲線がこうグッとカーブができるので、とても花びらの形を作るのに使いやすいです。で、この重なっている部分をカットしていきます。そして横から見た時にワイヤーが反っていたら、この反っている部分を平らに直します。で、このつなぎ目もしっかりとくっつけます。
がりになりました。今回作ったこのお花のデザイン、個人的にかなり気に入っているもので、このターコイズで着色してあげたレジンをこの花びらのワイヤーの縁に沿ってこう乗せてあげることがこの可愛さのポイントです。このビトラーユはとっても透明感のある仕上がりになるので、このクリアのレジンともとっても相性がよくって、花びら一枚一枚すごく可愛く仕上がります。で、こういったワイヤーのお花のデザインを作るときに、この真ん中にパールでも何でもいいんですけど、こういった何か装飾物をこうつけてあげることで、この花びらをこうキュッとくっつけてくれる役割もあるので、ぜひ真ん中には何か置くことをおすすめします。仕上げにレジンでコーティングをするときに、この真ん中のストーンの上に垂らしてしまうと、この綺麗なカットがなくなってしまうので、コーティングをするときはこの周りのブリオンたちをこう一緒にくっつけながら、このストーンのサイドもコーティングしてあげると、この綺麗なカットのこう輝きを失わずにしっかり固定できると思います。そして今回は色違いにパルマの色でも作りました。このパルマのピンクは可愛らしいピンクっていうよりは、結構こうくすんだ感じのちょっと大人っぽいピンクになっているので、私でもとってもつけやすくてすごくお気に入りです。今回は両方ともかなり色味が気に入っているので、この夏いっぱいつけてあげたいなと思ってます。今日は夏にぴったりのこのクリアなデザインのお花の作り方でした。こういった透明感のあるアクセサリーを作るのがとっても大好きなので、こういったデザインがお好きな方、ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。また明日もお花のデザインのアクセサリーをアップします。今週は3日連続お花のデザインなので、そういったのが好きな方はぜひ明日もご覧ください。ありがとうございました。またそろそろ外に出て作ったアクセサリーをつけてみて、実際にどんな感じか皆さんにお伝えしたいなと思ってます。皆さんも多分実際につけた感じとか、こう光の入り具合とかサイズ感とか、いろいろ気になる部分があると思うので、今はちょっとこういった簡易的なもので、ちょっとサイズぐらいは皆さんにお伝えできたらなと思ってるんですけど、多分1ヶ月か2ヶ月に一遍はそういった動画も今後続けて作れたらなと思ってるので、もうしばらくお待ちください。